皆さんはじめましてジャパンルネッサンスにようこそ本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組です日本は国土の70%が森林であり以前はほとんどの建物は木造で材木業が繁事していた資源小国日本が それを脱却するための一方策として、もう一度森林を活用していくべきだ。これはエネルギー面、資源面からも、さらに経済面、環境面、健康面でも利点を有しており、船瀬、俊介氏が掲げるように木造革命が必要である。ここでは、市の著書を中心にして、江戸時代までの日本建築を支えた木造建築の現代再生の可能性について、 研究してていいきたいと考えています株式会社シェルターは山形市を本拠とする木造建築のデザイン会社でありコンクリート鉄骨に劣らない耐震木造建築を接合金網工法 KES 工法木村エクセレント・ストラクチャー・システムにより可能としまた世界初3次元対価の国土交通大臣認定を取得した 木木質部材、クールウッドのの技術によって、て大規模、高層の木造建築を実現させています。加えてアジア初の最新鋭3次元加工機を設置して3次元設計折り出し加工による曲線ひねりの木質部材フリーウッドを実用化しこれまでにないイメージをその形にする芸術的な建物の創出を可能としている。 そして山形東京仙台に支店を設け各地の関連業者と連携して技術提携しウィンウィンのビジネスを全国展開しているのである横内俊俊は木造建築の設計に取り組んでいる彼は72階建ての木造建築を提案している「日本は山の国である木はふんだんにある」「戦前は木造の家がほとんどであった」 木と瓦と畳、そして紙、それが日本の科学であった。もう一度、環境的側面、伝統的側面、住み心地の側面、そして産業的側面、林業から木造建築を試みる必要があるのではないか。マンションも構造体を除いて仕上げに木造を用いるべきである。木と緑の空間は心よく、心を安らかにする。 日本文化の重要な部分である。桂離宮の美は世界で認められている。プレハブ住宅も外装から木材を用いた、伝統的で開放的なモデルを売り出すべきではないか。ケンブリッジ大学のチームは、80階建て高さ300メートルの木造ビルの図面をロンドン市長に提出した。1,000戸以上の住宅を含み、大都市にいながら、 人々にくつぎをもたらすことのできるというコンセプトである。2020年、オリンピックが行われた国立競技場は、熊健吾氏の設計の建物である。この写真に見られるように、ふんだんに木材が構造材として用いられている。その設計思想についても、後日詳しく紹介していきたい。 のの屋根も、その構造材として木材が用いいられている。木材は我々段階世代においては家屋に普通に用いられる素材であり大工さんがのみかんなのこぎりなどを使って住宅を作るのが一般的で今日のような工場生産の人工素材を用いたプレハブの住宅は全くなかった。 今の時代が果たして進歩なのかは非常に疑問であり、個人事業主としての大工の存在がなくなっていくことは非常に寂しいことである。あの新築の家に香る木材の匂いはたまらなくいいものであった。単に表面的な美しさだけではなく、かぐわしい匂いも相乗して気分を良くさせる木造の住宅がかつては一般的に存在したのである。 将棋連盟では今でもタイトル戦はこうした和室で行われ衣装も羽織袴、座布団に座して行われるこうしたものが文化であり伝統というものであろう是非とも今後も便利だからといった軽い理由で様式化しないようにしてほしいものであるではまた会う日までまた会える日までさようなら。